お疲れ様。今平気？ちょうど休憩入ったわ。どうした？あのさ、今週の土曜日ってお仕事はお休みなんだっけ？休みだよ。久しぶりの2連休だ。結婚してから仕事が忙しくて、デートらしいデートできてないから。たまには出かけるか？でも久しぶりの2連休ならゆっくり休めた方が良くない？俺はありがたいけど、お前はそれでいいのか？うん、夕方までゆっくり寝てていいよ。その間にごちそう作るから。夜はハロウィンパーティーしようよ。二人で？もちろん二人で。もちろん仮装してくれるよな？もちろん。ゾンビナースになります。ゾンビはいらないや。ナースだけでよろしくお願いします。それハロウィン関係なくない？ただのコスプレじゃん。それでいいんだよ。まさしも仮装するんだからね。え、夕方まで寝てていいって言ったじゃん。だから寝室にコスプレ置いとくから、起きたらそれ着てリビングに来て。マジか。俺は何のコスプレすればいいの？お医者さん。ドンキで白衣が売ってたから買っといた。ナースと医者って。もちろんゾンビメイクするんだからね。俺も自分でメイクするの？そう。寝室にコスプレと一緒にメイク道具も置いとくから。頑張るよ。それでごちそうは何作るの？それは秘密です。できてからのお楽しみ。何かリクエストとかある？今言ってくれれば作るよ。カルパッチョが食べたいです。わかった。本当にカルパッチョ好きだね。お前のカルパッチョは世界一うまいからな。ありがとう。今日は帰り何時頃なの？20時には帰れると思うよ。了解。じゃあ土曜日はハロウィンパーティーね。約束だからね。はいよ。じゃあ仕事戻るな。お仕事頑張ってね。一応帰るとき連絡して。了解。明日のことで話があるんだけど。今電車の中だから電話無理なんだ。明日の買い出ししてきたよ。明日のことって何？ああ、買い出し行っちゃったんだ。ダメだった？もしかして一緒に行きたかった？すごく申し訳ないんだけどさ、明日仕事になっちゃったんだ。本当にごめん。俺もさっき言われてさ。そうなんだ。でもお仕事なんだからしょうがないよ。まさしが悪いわけじゃないし気にしないで。楽しみにしてたのに本当にごめんな。全然平気だよ。本当に気にしないで。日曜日はお休みなんだよね？うん、日曜日は休みだよ。じゃあ日曜日にごちそう作るから一緒に食べよう。コスプレは来年に持ち越しね。本当にごめんな。日曜日に作ってくれるのか？もちろん。買い出しもしちゃったからさ。まさし次の日はお仕事だからハロウィンパーティーはできないけど、ゆっくり食べようよ。ありがとな。お前と結婚してよかったよ。いきなりどうしたのさ、照れるじゃん。いや、ふと思ってさ。いつもありがとな。こちらこそ。いつもありがとう。これからもよろしくね。愛してるよ。俺もだよ。仕事戻るからまた連絡するな。わかった。お仕事頑張ってね。上司に捕まった。今日は帰り遅くなりそうだわ。飲みに行くってことだよね。じゃあ夕飯はいらない？そう、今日は夕飯いらないかな。上司が明日休みだから付き合えって。あらら、大変ね。でも仕事の付き合いも大事だからしょうがないよね。上司との飲みなんて行きたくないよ。休日出勤に上司の付き合いとか最悪だよ。お前とハロウィンパーティーしたかったな。今日頑張れば明日はお休みだよ。明日はごちそうだから頑張れ。ファイトだ、まさし。今日終われば明日休みか。よし、頑張るわ。あまり飲みすぎないようにね。もしかしたら先に寝ちゃってるかもしれないけど、一応帰るとき連絡ちょうだい。わかったよ。電話できないの？今上司と話してるから無理だ。どうした？一緒に飲みに行ってる上司って山本さん？そうだよ。お前も何回か山本部長と会ってるから知ってると思うけど、山本部長飲むと長いんだよ。うん、そうだね。でも本当に山本さんと飲んでるの？てか本当に今日仕事だったの？当たり前だろ。本当だよ。なんで嘘つく必要あるんだよ。でも嘘ついてるよね。なんで嘘つく必要あるの？
何かやましいことしてるの？嘘なんかついてないから。そんな疑うなんてどうしたんだよ。さっきたまたま山本さんに会ったの。それで今日マサシは仕事休みだって言ってたよ。どういうことかな。今ちゃんと説明すれば許してあげるよ。ごめん、友達と遊んでます。何して？飲んでるだけだよ。男だけで？女の子はいないの？男だけだよ。女の子なんていないよ。本当に？嘘ついてない？本当だよ。女の子なんていないよ。そもそも俺はお前以外の女に興味ないから。仮に誘われても行かないよ。今回は男メンバーだけだったからつい飲みに行っちゃったんだ。嘘ついて不安にさせちゃって本当にごめん。はい、アウト。それも嘘なの知ってるの。本当に男しかいないから。嘘じゃないから信じてくれよ。ハロウィン合コンに行ってるんでしょ？え、なんで？さっき帰った魔女のコスプレしたミキって子いるでしょ。あの子私の友達なの。ハロウィン合コンしてるよって写メ送られてきて、見てみたらあんたが写ってるんだもん。電話に出てくれ。違うんだよ、話を聞いてくれ。あんたの声なんて聞きたくない。違うって何が違うの？最初は男メンバーだけで飲んでたんだよ。そしたらハロウィン合コン行こうって話になって、みんな行く気満々で断れなくて。ハロウィン合コンやるってことは2週間前から決まってたって聞いたけど。俺は今日聞いたんだよ。俺だけ知らなかったんだよ。じゃあ本当に不倫する気はなかったの？あるわけないだろ。お前と結婚してるんだから不倫なんてしないよ。でも俺フリーだから付き合ってって女の子に言ってるよね。あ、言ってないから。あんたとも LINE 送ってもらったの。何この LINE を。下心見え見えでキモいんだけど。なんで？だからミキは友達だって言ってるでしょ。ミキから写メを送られてきた時に事情を説明したの。そしたら LINE 交換しちゃったって言うから内容をスクショして送ってもらったの。内容見てドン引きだわ。キモすぎる。電話出てくれ。今すぐ帰るから。私は家にいないから帰ってこなくてもいいよ。お望み通りフリーにしてあげる。本当にごめん、待ってくれよ。離婚なんてしたくない。あんたバカじゃないの？あれだけ嘘ついて何言ってるのよ。嘘つくのは簡単だけど一度壊れた信頼関係を元に戻すのは大変だよ。だからお互い嘘はつかないようにしようねって結婚する前に話したよね。本当にごめんなさい。それでも離婚はしたくない。私はもうあんたを信じれないから無理。このまま結婚生活を続けてもあんたを疑い続けて不安になる生活なの。そんな生活苦痛でしかないわ。本当にごめん、頑張って信頼取り戻すから離婚なんてやめてくれよ。正直あの LINE の内容を見てもう無理。本当にキモすぎる。生理的に無理なの。電話に出てくれ。お互い冷静になって話し合おうよ。本当に無理だから。離婚届はテーブルの上に置いておいたから。そんな。これからは好きなだけ女の子と遊びなよ。ただあの LINE の内容は女の子ドン引きするからやめた方がいいよ。さよなら。最初マサシはごねましたが、父と兄を連れて行ったら素直に離婚届を書いてくれました。マサシの両親はこんなことで離婚なんてと言っていましたが、私は状況や LINE の内容を見せてマサシのことが生理的に受け付けないと説明したら納得してくれました。マサシは何回かうちに来たようですが、父が次来たら警察を呼ぶと言ったら泣きながら帰っていき、マサシの姿を見ることはなくなりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。